でも茨城は私が好きな歌があるのよ。言ってないけど、みんなに言ってないけど好きな歌があるから楽しみ。それができるのが、いや歌っちゃいそうダメダメ、いかん。明日はダンス系、アイドル系、歌系、全部ある、全部全部。顔にほくろできた。これニキビっていうか、なんかかさぶたになってる。ほくろできてね。なんかかさぶたになってる。何のかさぶただろうね。サザイシスターズあると思います。ロマン以来やるどうだろうね。どうしようかな、ちょっと髪の毛。寝てる時に考えよう。アメピアやらないわ、さすがにさすがにやらないな、アメのピアニストは。ミッサー、今日ショールーム朝、熊本の飛行機、ジェットコースター揺れた、ランディのも。熊本から帰ってきた時のさ、飛行機バカ揺れて、初めてあんなに揺れた。私が今まで飛行機乗ってきて、7年間の乗ってきて、あんなに揺れたの初めてってくらい揺れて、もう久しぶりに飛行機乗ったから、普通に飛ぶ前からごめんね、飛ぶ前からなんかもう死ぬんじゃないかと思った、本当に。しかもね、雲もなかったの。揺れてバカみたいに揺れてる時、達成した？ほんと？やったー！肉ゲット！皆さんのおかげです。ありがとうございます。お肉楽しみー。そう、本当に雲なかったの、マジで。雲もないのになんでこんな揺れてるんだみたいな感じだった。かゆかゆ。肉そう、めっちゃ揺れた。びっくりしちゃった。雲がないってことは風が強い証拠かも。風か。もう初めて飛行機乗って、なんか一瞬だけどなんか気持ち悪くなった。気分悪くなった。そうそう、普通ってね、雲の気流とかさ、雲の中に入った時に揺れたりするじゃんね。風なんだな、あれは。やばかったよ。私普通に茨城の飛行機で茨城の振りをね、こういうふうに起こしてたんだけど、なんか隣に凪とセリカが座ってたんだけど、私窓側でもうなんかもうこんな感じのみたいなこんな感じですごい怖かった。死ぬんじゃないかって、ガチで死を覚悟した。ああね、はるぴょんなんかすごい辛そうだったね。いや怖い、怖いっていうかやばいもん、やばかったもん、あの揺れ。そう、なんか本当に気分悪くなった。本当に10分くらい。私あんま飛行機酔いとかもしないんだけど、あれは怖いね。揺れた方が安全はやばい、普通に。なぎせりら、あと久しぶりに乗ったおかげで、あ、もう最初からちょっと私寄ってたかも。なんか着陸じゃなくてなんだっけ、降下していく時もう結構うわこれちょっときついかもなって思った。なんかね、あんまり別に飛行機で寄ったりとか本当にしないんだけど、なんかきつかったね。なんかなんでかわかんないけど、あ、離陸だ。いや酔わないんだけどね、普段から全く酔わないんですけど、酔った。いや寝不足じゃないと思う。普通になんか私オールとかでも全然飛行機乗ってたから、なんでだろうね。なんか、なんでかわかんない。まあ終わったからちゃんと無事に東京に着いたからいいんだけど、乗り物屋でリバースない。でもね、本当に久しぶりに乗ったんだよね、飛行機。3ヶ月ぶりとか。久しぶりでもなんでもないから。でも乗る回数が本当にガクンと減ったから、かな多分。そうそう、リバースするのはドボンくらい。そうね。そうね。ほんとだ、ほくろみたい。これほくろじゃないんだけどな。嫌だな、ほくろみたいになるの。鏡ある。ほくろみたいになりそう。本当に嫌だ。ちなみにね、ここにほくろあるんだけど、これニキビが治んなくてほくろになったものなの。やだやだやだ。え、やだ。私ほくろ嫌いなんですよ。ここにほくろあるんだけど、このほくろも嫌なのに。やだ、治ってほしい。多分治ると信じてる。治ると信じてます。ほくろになっちゃった。これこんなとこに私ほくろなかったんですよね。これ完全にニキビのせい。でもさ、可愛いほくろとさ、可愛くないほくろってあるじゃん。ここのほくろはさ別に気にならないけど、ここにほくろあるのは本当に嫌だ。直さないと。なんか反射してる。鏡見てるからさ。かのほくろって可愛いじゃん。なんか逆にチャームポイントみたいな感じだけど、ここにあるのは嫌だ。なんかね、そう、涙袋とかさ、可愛いよね。この辺にこうほくろある人とか。いっぱいいっぱいだ。いっぱいありがとう。達成したのにいっぱい投げてくれてる。サクサクさん。皮膚科はね、ゴールデンウィーク終わったら行きたいなって思ってる。ランリー言ってたように熊本メンバーの中で足でかかった。そう、でかいの私。そう、達成したのありがとう。嬉しい。でもありがとうございます。でもね、茨城は結構背が高いメンバーがいっぱいいるから気にならなさそうだなってウケる。今度は海今度は海か。行ったよ、行った。ありがとう。本当に歌っちゃいそう、茨城の歌。小田が高いよ。小田が3センチくらい高い。その次に私かな。どっちももらえてたらどうなってたんだろう海も山も。多分ね、のんのんが一番でかいと思うよ今。でもね、この3センチが結構変わる。みんな海投げてる。面白い。あれ、私のどんどんでかいと思うよ多分。久しぶりに会ったらすごい身長伸びてたから、この期間で伸びてるんだなって思った。その次が多分小田だと思うよ。あ、本当だ。やった。ありがとうみんな。達成済みになってる。ありがとう。めっちゃむけんな。めっちゃポロポロ抜ける。ああ、そんな大丈夫。そんな海を数個投げたところでね、海海さ、パラソル何個だろうって思ってさ、見てみたらさ68個だった肉は松阪牛がもらえる。種類は多分自分で決めれるんですけど、あ、そういえばさ、みんながさホワイトデーの時にさいっぱいクッキー投げてくれたじゃん。クッキー投げてくれたじゃん。そのクッキーのまあ今回は松阪牛だけど、クッキーの時はアイスとかなんか豪華スイーツみたいなのがいただけたんですけど、でその千疋屋のなんかギフトをもらったってみんなに言ったんだけど、無事に千疋屋のアイスクリームが届きまして、10個ぐらい12個か12個届いて、まだ食べてないんだけど昨日届いた。昨日ショールーム終わってから届いて、千疋屋のアイスが、そう本当にホワイトデーの時もねみんなありがとうございました。そう多すぎてね冷凍庫に閉まるか不安だった。無理やり押し込んだね。帰ってきたら配信で食べたいなと思います。そうなんかアイスっていうかなんかシャーベットを私は頼みまして、シャーベットをシャーベット普通にカップに入ったシャーベット、アイスもあったんだけど私はアイスよりもシャーベットがいいなって思ったからシャーベットにした。ハーゲンダッツ用意するから予告してくれ。みんなでアイス食べましょうっていいよ。味はね6種類くらいあったと思う確か。ね今度は千疋屋のアイスを食べながらやろう。何味があったかな調べてみる。抹茶とかはない。なんだっけバナナとかあった気がする。まあまあするね。1個400円とかするね千疋屋のカップのやつ。レモン、オレンジ、パイナップル、グレープかな。オレンジ多分ね、オレンジ、グレープ、パイナップル、レモン、なんだったかな、いっぱい入ってたんだよね。なんかとりあえずいっぱい入ってたね。なかなか高いよね。6種類くらいあった気がする多分。千疋屋やら松坂湯やらセレブやな、みんなが投げてくれるからだよ。みんなが投げてくれるから。あとなんかアバターもなんかできるんだっけ。なんかこの中みんなと同じだけど当分アイスには困らないよね。ね確かに困らへん。次はこれの次ってことなんだろうね。2ヶ月後とかじゃない。前も3月で5月だからまたあるとしたらなんか7月とかになんかあるんじゃないですか。ひくみんのインスタストーリーの通所写真いつの、あれって結構前じゃないかな。2年前、私は高3の時だから2年前くらいのやつだと思うよ。ね、そう、自分では買わないからやっぱりこういう食べれる時に食べれるのってすごい貴重ですよね。で、英語ランクじゃない、松阪牛届いたらまたショールームで食べるということで、この辺でねお歌を歌いたいと思います。カメラマンポーチ持ってきたよ。持ってきた、これ使えるのよ、このくまモンポーチ使えるの。これ明日使います。これは使えるの。使う明日。じゃあ2曲歌うね今日は。なんかそのツアーの時って結構自分の楽屋とは別に自分のなんか着替え場とかになんか化粧直しだったり、だからリップだったりとかなんかファンデーションだったりとかちょっと直すものを持っていくんですよ。その時に結構ポーチとかに持ってったりするんだけど、私はこのくまモンポーチに入れるっていう。至る所探したけど城菜園しか売ってないようだった。あ、そうなんだ。売り切れてたのかな。みんななんか結構このくまモンポーチ探したって人なんか多かったらしいけど。じゃあ2曲歌いますね。熊本で歌ったやつ。あ、そう、スマホも入る。いい感じの。空港では全く売ってなかったな。そうなんだ。オタが買い占めてたからか。それもありそう。ということで、本日の歌は2曲、これともう1曲歌います。それでは聴いてください。どうぞ。ゼロサムはもう名曲、チームKの名曲。じゃあもう一曲熊本コンサートで歌った曲を歌いたいと思います。熊のぬいぐるみ、熊のぬいぐるみあったかな。またね、また歌うよ熊本で歌ったやついっぱい。とりあえず最後に歌います。ではどうぞ。